血液が滞ってしまえばどうしてもやっぱ肌もくすみますし、でさらに言ってしまえば冷えてくればどうしても化粧のノリも悪くなるし、で強いて言えば姿勢が悪ければ見た目も悪いし、体の線も崩れてくるしということになってますね。だから健康も美容も大きくは変わらないんですよね。ただより良くなりたい、より良く綺麗になりたいってなってくると、やっぱその部分で化粧品とかを使われる方も非常に多いと思うんですね。でもその化粧品を使うのも見た素材、要は皆さんもその素の状態ですね、素の状態が良くなればそれもさらに入ってきますよね。でそういった部分をちょっと特化しながらやっていこうと思ってます。で開いてください。はい、お願いします。はい、いかがですか。ここからの姿勢が違います。視界が違います。触ってみてください。あ、違います。はい、これは要は左右の手でこれ持ち上げてますけど、何が起こったかというと、まずこの持ち上げてこちらのクーパー靭帯ってある。